腸発酵症候群は自動醸造症候群ともいい腸内発酵により消化器系内部で急性アルコール中毒を引き起こしうる量のエタノールを生成してしまう健康状態のことである。酵母の一種である出芽酵母がこの状態を引き起こす因子として特定されている。最近の研究ではクレブシエラニューモニエも 同様に腸内で炭水化物からアルコールを生成することが分かっており、これは非アルコール性脂肪性肝疾患を悪化させる原因となる。腸発酵症候群は、小腸の切除により炭水化物の吸収不良を起こしやすい単調症候群の患者に見られることもある。乳幼児突然死症候群の原因として調査が行われたこともあるが、現在では否定されている。 肝臓の持つアルコール排出機能やアルコール分解機能に問題を抱える人の場合、腸内で生成されるアルコール量が個人の健康に影響を与えるのに十分な量でなくても腸発酵症候群の症状を引き起こすことがある。腸発酵症候群は日常生活に多大な影響を与えうる。頻発するゲッに始まり、めまい、高校乾燥症、二日酔い、検討式、 過敏性腸症候群、慢性疲労症候群が主な症状として挙げられ、またこれらの症状が、うつ病や不安、仕事における生産性の低下などを引き起こしうる。アルコール中毒、すなわち、酩定状態は、生活を困難なものにし、頭症候群の認知度も低いため治療を受ける機会も得にくいとされる。血液検査や、呼気分析系によって、 アルコールを検出することができる。自然増減と比較するために、これらの検査は1日のうちに複数回行われる必要がある。ありがとうございます。